皆さんどうも、今回は J1 第2節、湘南ベルマーレ対横浜 FC、この試合を振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合は開始早々15秒で小川選手がゴールを決めて始まった試合になっていたんですけど、ベルマーレはしっかりとプレッシングで試合を取り戻して一時逆転することに成功していました。で、これを受けての湘南ベルマーレのプレッシングについてを話していきたいんですけど、湘南ベルマーレは開幕戦同様に 5-3-2 の形でプレッシングを行っていきます。で、サイドバックを開けておいて、ここに誰を押し出すかで、ここからどのように狙いをつけていくかっていうことを考えながらプレッシングを行っていくんですけど、このサイドバックのところにじゃあ誰を押し出すかってなった時に2パターンあって、1つ目のパターンがインサイドハーフを押し出すパターンと、で、2つ目のパターンがウイングバックをサイドバックまでジャンプさせるパターン、この2つのパターンがあります。で、1つ目のこのインサイドハーフがサイドバックまで出ていくこのパターンっていうのは、インサイドハーフの周辺に管理する選手がいない時にサイドバックにボールが入るとインサイドハーフが出ていく形をとっていました。で、ここの背後のスペースはじゃあどうするのかっていうと、長木選手がしっかりとスライドをしていくことで、こことここをしっかりと捕まえている状況を作ってプレッシングを行っていきます。で、この時に逆サイドのセンタートップはしっかりとこのララ選手を捕まえることで近くを全部捕まえておいて、で、湘南ベルマーレの何がいいかっていうと、後ろ向きを作ることがかなりうまいなと思いました。だから湘南ベルマーレからすると前向きでしっかりとボールを奪うことができるので、そのままショートカウンターに出ることができますし、横浜 FC からすると後ろ向きにプレーしているので、ボールを奪われると敗走している状態になってしまうので、横浜 FC からすると不利ですし、湘南ベルマーレからするとかなり有利な状況で攻撃に移ることが可能になっています。で、ここの小野瀬選手だったり平岡選手のもうシンプルにここの強度がかなり高いので、やっぱり彼らは後ろ向きのプレーが多くなってしまいます。まあ、特に前半なんか和田選手だったり中村選手は後ろ向きのプレーが多くて、例えば和田選手からガブリエル選手にボールが戻った時に、ここはもう牽制じゃなくて2トップの選手が大橋選手と町野選手がしっかりとガツンともうボールを奪いに行くので、本当にもう蹴り出すかサイドに逃げるかっていう風な形になっていました、横浜 FC は。だからこそ危機迫るものを感じますし、後ろ向きにボールを持った相手に対してベルマーレはかなり強度高くプレッシングに行きなさいっていう決まり事があるんだなと改めて感じる一戦でした。で、インサイドハーフがしっかりと押し出すパターンだったんですけど、もう一つがウイングバックがサイドバックまで出ていくパターンです。これは小野瀬選手だったり平岡選手、インサイドハーフの選手のところに三田選手だったり井上選手、誰かが管理内に入っていること、まあインサイドハーフが誰かを管理しなければならない状況の時に、ここのサイドバックにボールが入った時にウィングバックがぐーっとサイドバックまで出ることが多くなっていました。ここのシンプルなここの足の速さだったりここの強度も高いんで、どうしてもウィングバックはかなり負担がかかってしまうんですけど、それでもこの石原選手だったり畑選手はここの強度がかなり高い分間に合いますし、この出ていった先のじゃあここの背後の選手はどうするのかってなったら、まあ、センターバックがしっかりと管理することができているので、こういうパスで逃げられたとしてもここで前向きにボールを奪ってそのまま出ていくことができる設計になっていました。本当にプレスのつながりだったり、まあ、連動だったり強度だったりで、その本当に迫力だったりっていうのはベルマーレとてもとてもすごいですし、まあ、どのチームが相手でもかなり嫌なチームなんじゃないかなと思います。だからこそ横浜 FC は後半から、シンプルに小川選手に長いボールを入れていくことでプレスをひっくり返して、強引にひっくり返して、で、ここの周辺でセカンドボールを拾っていって攻撃を仕掛けていくんですけど、これが一つ湘南ベルマーレのプレッシングの弱点になっているんじゃないかなと思いました。まあ、例えばですけど、ここでボールを回しながら、まあ、インサイドハーフ引き出して長木選手を動かした時に、ここで例えばまあゴールキーパーだったりセンターバックからこういう長いボールを蹴った時に、ここの
中央のところでかなりスペースができてしまって、でなおかつここに小川選手のようなボールの収まりだったりセカンドボールを作れる選手がいると、こういう風に3枚が出ていくことで、この長木選手、平岡選手、小野瀬選手、中盤の選手をひっくり返すことができるんで、シンプルにゲーゲンプレスを発動することができて、でそこから攻撃を仕掛けること、このバイタルをしっかりと使いながら、ライン間を使いながら攻撃を仕掛けることができていました。湘南ベルマーレはこれが多分弱点ですし、プレスの弱点ですし、横浜 FC はこれを一つ活路として見出していました。だからこそ後半になって、湘南ベルマーレはプレスの位置を低くしていましたし、自陣に釘付けにされてしまっていたんじゃないかなと思います。ここのひっくり返される、ここをどのようにして、湘南ベルマーレはこれから詰めていくのかっていうのも、とても見どころですし、やっぱり前半とかはまだ体力がある中で、しっかりとプレッシングをかけること、相手にボールホルダーに対して制限をかけることができるんで、このようなパスが出てきても、長いパスが出てきてもしっかり押し戻すこと、そもそもボールを蹴らせないことが多いんですけど、蹴られたとしても押し戻すことがとても早いので、これが体力なくなっていく70分だったり75分だったりになった時に、じゃあどのようにするのかっていうのが一つ湘南ベルマーレの課題というか、これからどのように詰めていくのかっていうのが見ていて面白いんじゃないかなと、シーズン経つにつれて多分改善されていくと思うんで、そこを見るのも楽しいんじゃないかなと思いました。でこの試合見せたのが、一つ修正として見せたのが、タチ選手とが中に入って 4-4-2-3-1 の形にすることです。ここを2枚にすることで、ボランチ2枚にすることで、シンプルに人を揃えることができるんで、ここの中盤のところに、でここでセカンドボールをしっかり拾って攻撃に移っていくっていうのも一つ修正したことかなと思いましたし、かなりいろんなことができるようになっているんじゃないかなと思います。はい。で、試合内容に触れながらプレッシングについて、触れさせていただいたんですけど、攻撃の面もかなり整理されているんじゃないかなと思いました。この試合もそうですし、サガン突戦もそうですけど、町野選手と大橋選手、ここがセットでしっかりと動きながらプレーすることっていうのは、この試合も行っていました。例えばですけど、こういう風に流れた時に、ここのセンターバックを分断することができるんで、でこの分断した先で、町野選手のゴールなんかは、ここからこう出てきて、でこういう風に、町野選手が抜け出してゴールすることができたんですけど、その町野選手が右サイドだったり左サイドに流れた時、特に右サイドに流れることが多いんですけど、右サイドに流れた時に、しっかりとボールを収めることができますし、そこのサポートがうまいのが小野瀬選手だったり平岡選手になっていて、ここのサポートの速さっていうのも、身体的な速さもありますし、タイミングも上手いですし、だからこそ町野選手がワンタッチで落として大橋選手へのスルーパスで、全体が寄ってくると逆の畑選手が出てきて、畑選手までボールを届けることで、次は町野選手が大外からこういう風にクロスを合わせれるような状況を作り出していて、本当に保持の局面もしっかりと作り出すことができているんじゃないかなと思いました。どのようにして保持を考えるか、保持をどのようにして捉えているのかっていうのが、とてもとても分かりやすい一戦だったと思いますし、この小野瀬選手っていう平岡選手がこういうふうに外側に流れていくこともあって、その場合は町野選手がしっかりと降りてくることで、ここのライン間の縦パスをしっかり引き出すこと、引き取ることができていましたし、その場合もやっぱり平岡選手とかがこういう風に寄ってくることで、逆の畑選手をフリーにする、アイソレーションした形で、ここから一気に逆サイドまで持っていくよっていう形と、そのまま小野瀬選手とかが抜け出して、ボールサイドでしっかり崩しを行ってフィニッシュワークまで持っていくよっていう風な形もかなり見られた形だったんで、本当に攻守においてハードワークできて、でなおかつそこの整理だったり、保持をどのように捉えるかっていう共有もしっかりされていて、それは強いよなっていうのはとても感じる一戦でした。で横浜 FC も横浜 FC でしっかりとベルマーレのプレスに対して何が弱点かっていうことをしっかりついた一戦だったですし、
お互いに強度の高い一戦だったんで本当に面白かったです。特に湘南ベルマーレの試合は本当に走ってで、なおかつ整理された中での走りなんで本当に面白いんで、ぜひ皆さん湘南ベルマーレの試合も見てみてはいかがでしょうか。この試合金曜日開催でしたが本当に面白かったんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこのあたりで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。